アムチャンネルです。このチャンネルでは医療現場での洗浄や感染対策に関する情報を配信しています。今回のテーマは軟性内視鏡について前編です。前編では軟性内視鏡とは、軟性内視鏡の構造、軟性内視鏡による診察の歴史、軟性内視鏡の検査領域についてお話しします。ではまずは軟性内視鏡とはのお話です。軟性内視鏡とはしなやかに曲がる特性を持った内視鏡です。直径8マイクロメートルの柔軟性のあるグラスファイバーを規則正しく配列し、数万本束ねたものに対物レンズや接眼レンズを取り付け、画像を光学的に送る装置であるファイバースコープと先端の CCD に映し、電気的にモニターまで導いて観察する電子内視鏡があります。次にその軟性内視鏡の構造について。軟性内視鏡の構造は大きく2つに分かれ、スコープ部とモニター部となっています。スコープ部はさらに4つに分かれています。接続部はシステム本体と接続する部分です。操作部は内視鏡を上下左右に湾曲させるアングルノブや吸引ボタン、早期送水ボタンや処置器具を挿入する監視口などがついています。挿入部は身体内部に入る部分を指します。先端部は身体内部を照射するライトガイドやレンズ、臓器内部の粘液や血液で先端のレンズが汚れた時に水や空気を噴出して洗い流すノズルなどがついています。一方システム部は3つに分かれています。ビデオシステム制御装置は内視鏡システム本体の中心部分です。スコープ先端の映像を画像としてモニターに映したり、各部分との接続部や調節のための装置などが設けられています。光源装置は LED ランプやキセノンランプなどで光を発生させ、ケーブルを経由して内視鏡の先端に供給しています。これにより真っ暗な体の中を観察や診察できるようになっています。カラーモニターはスコープ先端からの映像を映し出す部分です。最近では技術の進歩により 3D 画像を 4K 解像度で表示できるようなモニターも開発され、より立体感、奥行き感のある画像が映し出されるようになっています。ではそんな軟性内視鏡による診察の歴史とはどういったものでしょうか。内視鏡の原型といわれるものは1805年ドイツのボチニにより瞳孔器という器具が製作されました。これを用いて尿道や直腸、咽頭の観察を行われました。その後1868年ドイツの医師クスマウルが長さ47センチ、直径13ミリのまっすぐな金属管を使用して人間の胃の中の観察を行いました。当時腱を飲み込むという大道芸があり、それを見たクスマウルは腱飲みの大道芸人を使ってこの観察を試みました。しかし実際は真っ暗で中の様子は確認できませんでした。なぜなら当時は金属管の先端を照明する方法がなかったのです。1932年ドイツの開業医シンドラーが直径11ミリ、長さ75センチの管で先端に近い3分の1の部分がある程度曲がり、管の内部に焦点距離の短いレンズを多数配置し豆電球で照明した軟性胃鏡を使用して胃の内部を観察しました。日本では1950年東京大学分院の外科医からの依頼により、日本のカメラ会社が先端にカメラを取り付けたガストロカメラを完成しました。
この時、医師は体の中を直接見ることはできませんでした。そのため、医師は胃カメラで撮影された写真で診断を行いました。いわゆる写真診断です。1958年、アメリカのヒルショービッツらが軟性鏡にグラスファイバーを組み込み、軟性鏡が曲がった状態でも画像伝達が可能なファイバースコープを発表しました。1964年、アメリカで開発された新素材グラスファイバーを用い、肉眼観察および写真撮影のできるカメラを取り付けたファイバースコープ付き胃カメラが登場しました。これは軟性内視鏡による診察に大きな発展をもたらしました。今日の軟性内視鏡を用いた検査対象領域は、皆さんもよくご存知の胃だけでなく、食道、十二指腸、大腸のほかに気管支、肺、胆道など広範囲に及んでいます。近年では耳、鼻、咽頭部、膀胱、腎臓、子宮などの各分野に広がっています。後編ではこれらの検査の種類についてお話しします。前編のまとめです。軟性内視鏡について前編では、軟性内視鏡とは、軟性内視鏡の構造とは、軟性内視鏡の診察の歴史、軟性内視鏡の検査対象領域についてお話ししました。最後までご視聴ありがとうございました。他に扱ってほしいテーマなどがあれば、ぜひコメントしてください。